さん、いよいよ、あ、いよいよアナログ放送じゃなんでタモさん着替えるね。アナログ放送が終わるからね。そうなんですよ。なんで着替えるの。12時からアナログ放送が終了、そしてデジタル放送スタートということになります。歴史的瞬間、ようやくですよ。そして中井さんのタイマーもこのようになっております。おっ、まもなく。そして今ご覧いただいているこのテレビモニターにご注目ください。2台ありますが、今は両方とも映っております。これがあと5分後ですね。12時ちょうどになった時点でこちらのアナログテレビはもう見られなくなってしまう。全く、はい、どうなるんだ。どうぞ急にやらしい映像とか。砂嵐にはならないんですけれども、ブルーバックの映像に変わります。はい、急にやらしい映像が出ちゃったじゃないですか。あの切り替わると同時に消えちゃうとか、そこで消えません消えません消えません。始まっちゃう。どうするんですか大将。この後まだ続けますよ、はい、忙しくなるよね、はいはい、そしてただしですね、東北3県、岩手、宮城、福島の3県だけはデジタル放送への切り替えが延長になりましたので、引き続きそちらの地方ではアナログ放送がご覧になります。はい、すごいカムさんね、ここ一番大事なとこですから、27時間テレビの、ね、カムさんね、ここ核になるところですから落ち着いてください。大丈夫ですか。ここ一番大事なのに、これもう口酸っぱくなるほど言われてるんで、じゃあさん、ね、岡村さん、掛け声の練習とかもしますか。日本全国アナログ放送終了してもいいかなってタモさんに言っていただいて、で皆さんでお客さんもいいと思うって言っていただきまして、いいじゃないですか。その後に東北3県はアナログ放送終了しないので、こちらの画面を見てください。それ僕のカンペちゃいますね。アナログ放送延長してもいいかな。ここ一番大事なところですよね。はいはい、延長してもいいかな。東北、岩手、宮城、福島の3県は延長してもいいかなって言いますと、いいとも、皆さんでいいとも、はい、そしてこれね、なんあれアナログちゃん、はい、そうなんです。こちら岩手めんこいテレビ、仙台放送、福島テレビ、それぞれ映っておりまして、そちらのアナウンサーの皆さんがいいともと言ってくださいますからね。はい、そうですね。だから一番最後は日本全国地デジ化してもいいかなってタモさんに言っていただいて、タモさん長いから大丈夫？何？長いです。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫大丈夫。ベテランや。どのタイミングとか大丈夫？長かったらそれはこの人がやってくれはるよ。何秒前でやるの？何秒前？だからもうきっちりにやんのよ。だからもう3分やからほら練習しとかないと。ちょっと練習しましょうか。練習一回しましょう。はい。で、日本全国アナログ放送を終了してもいいかな？いいよ。東北の岩手、宮城、福島の3県を延長してもいいかな？いいよ。日本全国デジ化してもいいかな？いいよ。ちょっと待ってよ。デジ化でしょ。歴史的瞬間ですよ。本番は大丈夫。デジ化って何なんだよ。そして岡村さん、はい、オープニングの歌も今日特別なんですよね。そうなんです。なんすか。地デジカウォッチングです。今日は地デジカウォッチング。なんすかそれ。タムさんに新しい地デジカになりますので、地デジカウォッチングを歌っていただこうと。おお、あちらに歌詞がもうすでに用意された。はい、あった、あっちにありますけど。ああ、ネタバレ、ネタバレするからタムさんの歌聴いてください。岡村、タモリさんに貸せすぎじゃないの。ちょっとそうですよ。まあタモリさんしかないよ。あいつはほんまにもう12時になったらピタッとこうね、デジタルに地デジ化になるから、タモさん、ああ、もうさっきから何遍タモさん、タモさん落ち着いてください。岡村さん大丈夫ですか。リハでスタッフの人がタモさんって何回も言ってたの、それまでしてないです。落ち着いてください。ですから地デジ化されて初めて、はい、12時のタイミングでお昼休みはって始まるんですよ。いいですね。1分24秒。1分切りましたか。1分21秒。何これつけてて、どのタイミングでやるの。それでは1分になりましたら、先ほどの掛け声をして一旦皆さん後ろに下がって、もう一回練習して、最後の練習して、いいよ、もう練習して。ないよ。行きましょう。いいとも。
宮城福島の3県は延長してもいいかな。いいと思う。日本全国地デジ化してもいいかな。いいと思う。よっしゃこれでいこう。どこに行った？10秒前です。アナログ放送の番組は本日正午に終了しました。今後はデジタル放送をお楽しみください。お問い合わせは総務省地デジコールセンターまたは UHB 視聴者センターまで。